次に徳本義孝さん本当にちょっと寂しくなったような気がしますけれども、気合い入れ直して質問をしたいと思います。 ただいまご指名に預かりました自民党宮津新政会の徳本義孝と申します。今回の迷走台風といえる台風10号により関東、東北、北海道において心ならずも犠牲になられた方々や大変な被害に遭われた多くの住民の皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げますとともに水道、電気、ガス等 ライフラインや道路橋梁等公共インフラの一刻も早い復旧整備の実現をお祈りいたしますそれでは質問に入りたいと思います我々市会議員は宮津市民から負託をされた多くの責務の中で市会議員が果たすべき最重要課題は市民の皆様からいただいた税等の 財源がどのようにどのような事業に充当され、結果として市民生活の向上に向けた現在、未来にわたるご要望にどれだけお答えすることができたのかという点に尽きると資料いたします。そこで今回は大きく2点について市長のお考えや宮津市としての取り組みについてお尋ねをいたします。宮津市の 重要課題に対する政策、施策、立案過程及び財源措置についてであります。市には重要課題が山積していますが、市長以下理事者は、政策、施策間のプライオリティ等を比較考慮し、立案された具体の事業において、国の補助金等の財源確保第一義とし、当該補助制度に準拠した 事業計画を構築する方法、もしくは逆に、事業の目的や手法等を一定程度決定した後に、その事業に合致する補助制度を求める手法や、各種の記載等を財源に充当する方法とがあると資料をいたします。そこで、先に述べた2通りのアプローチについて、それぞれ 一長一短があると思いますが、市長の基本的なお考えをお尋ねをいたします。市役所機構内における情報共有化の必要性と現状について、重点課題への対応を含め、市役所機構内各部、各課、各係は、各種の事業計画を実施されていますが、所管部署内にはもとより、 関係各部間において、当該事業の計画段階から、すべての情報共有化が図られなければ、市役所の機構が十分に機能しないと資料をいたします。先日、日本国内はもとより、世界有数の企業であるトヨタ自動車の元常務取締役の方のお話をお聞きする機会に恵まれました。とりわけ トヨタ自動車の社内改革や、企業内の情報共有化に対する取り組みについて、大変興味を持ちました。当然のごとく、世界ナンバーワンの企業実績等を含め、その内部統制に対する取り組みが優れていることは言うまでもありません。特に今回は、本質問等を通じ、市長および理事者と、 議員及び議会が今までにない視点から、宮津市の行財政運営について、正規を設けずにチェックする必要性を強く感じました。それは、多くの点で、情報共有化がないと、一つのミスが同一部署内はもとより、社内全体にまでミスの連鎖が拡大し、結果としてユーザーからの信頼を 大きな信頼を失い、大きな損失につながっていくとのことでありました。もちろん、その方のお話は大変有意義なものであり、今後の議員活動や政治活動に大いに参考になるものが多くありました。一方で、企業と地方公共団体は、目指すべき目的が、条件が違うという意見や、さらに、 縦割り行政という言葉があることは承知をいたしておりますが、しかし、多くの点で参考にすべき点があると資料いたします。例えば、ある事象について、情報を共有化し、市役所が全体として共通認識のもと、互いを信頼し、有機的につながりながら、各部署が縦割りの弊害を解消し、互いの機能を 保全し合うことによって結果として円滑でより効率的な事業遂行につながると考えますが市長のお考えをお尋ねいたします以上平成28年9月定例会における自民党宮津新生会徳本義孝の一般質問を終わります 井上首相徳本議員からは、市民生活の向上に向けた重要課題に対する政策、施策の立案と、予算化に関わるアプローチ、立案から執行に至るまでの情報の共有化について、ご質問をいただきました。 本市では議員にも十分ご承知をいただいているところだと思いますけれども、市民生活の向上に向けまして、住んでおし、訪れておしの宮津を目指しました、宮津ビジョン2011の2つの重点戦略、すなわち循環型経済社会構造への転換戦略と定住促進戦略に関わる施策を立案をしまして、積極的に展開をしているところでございます。特に平成 28年度からは、このビジョンの後半期に入るということから、この重点戦略をさらに強く推し進めていくため、町人、仕事、創生、総合戦略を策定をいたしまして、その中で重要業績指標、KPI を設定もしまして、重要課題に対する施策を実行しているところでございます。こうした施策、施策は、宮津市の将来のために必要なものとして、基本的には、 市長、副市長、関係部長等で協議を重ねまして、優先順位をつけた上で、今やるべき事業を予算化していくこととしております。非常に厳しい財政状況の中ではありますが、まずは事業実施の必要性を先に据えていくことが第一だというふうに思っております。なお、地方創生の後押しなど、国としての政策の予算なり、地方財政措置など、 と歩みをこう一つにしてですね、えー、場合には、気を逃さずに取り組んでいかなければならないと判断した場合には、国の補正予算等が活用できるタイミングにおいて、一部事業の前倒しも行いながら予算化する場合もございます。いずれにいたしましても、必要な事業は、市税や国風資金、資材などの財源があって、展開できるものでございまして、今後とも政策、施策の立案から予算化に至る過程で、 しっかりと協議を重ねまして、時期を逸することなく事業を展開して、市民生活の向上につなげてまいりたいと考えているところでございます。こうした中で、関係局間における事業の計画段階から、情報の共有化についてでございます。議員からはトヨタ自動車の事例のなどもとににししてていただきまして都に色々と 教えていただきましたですけれども、市におきましても、関係、部局間で事業の計画段階から情報が共有化されなければ、市役所機構が十分に機能しないというふうなご指摘もいただきまして、市におきましても、本当に情報共有はもちろん、まあ、ほうれん草だとよく言ってますけれども、まずは情報の共有や連絡を密にするとこから始めまして。 関係する部局が役割を分担をしまして、連携して取り組んでいくことが重要であるというふうに、深く認識は常日頃からしているところでもございまして、こうした姿勢が円滑な事業執行につながるものと考えておりまして、特にこの4月からは、部政の方に、 体制もしっかりと固めていきましたんで、こうする中で、ほぼ今、毎週のような状況でございますけれども、定期的に私の市長、副市長、教育長、理事、そして部長等で構成する市政のマネジメントを担う、理事者会議としてですね、情報を共有し、総合的かつ計画的な市政運営を図って いるというふうに思ってまして、そうするとともに、まあ、個別の案件につきましても、まあ関係部局か係官での情報のこう共有をですね図るために必要に応じて調整会議等を開催をしているところでございます。まあ以上かご理解はたまりますようお願いを申し上げまして答弁とさせていただきます。徳本吉隆さん。 はい、あのただいまの市長の答弁、本当に心底、私もあの共通認識というのか、やはり市の中というのはね、市長さんがいつもおっしゃる通りに、なかなかあの自分の思い通りというか、自分の思いが末端まで通じていくというか、大変だなというのはあの、市長のお話を聞くたびにあの、私も今まで思っていました、その点では共通認識ということで、あの非常にあの私は今、市長の答弁をあの心から。 あの、本当に今の現状を市長が心配をしながら、また行政財政運営について真摯に取り組まれている姿だなと、そんなふうに思います。別にこれは決して、あのオーベンチャラではありません。本当にそう思っております。そこで、あのただいま市民生活に向けたあの重点課題に対する取り組みとか、いろんなことをお聞きしました。もちろん財源についても、そしてそれに係るアプローチ、そして立案から執行に至るまでの。 市役所の機構内における情報の共有化、市長としての基本的なお考えをお聞かせを願いました。そこであのもう少し具体的にちょっとお尋ねしたいなと思う、ここの部分につきましては、あの残念ながら市長、我々地方議員には、その議員個人にはあの調査権というのがね、これ国会議員の場合は国政調査権というのがあるんですけれども、あの地方議員は残念ながら調査権というのがありません。例えばももしも 調査をするという必要がある場合は、まあ、それこそ、百条委員会を作って、議会として資料、請求等を含めてやっていくとか、調査をするとかいうことはあっても、基本的に自分の力でコツコツと調べていかなきゃいかんというようなことがあります。ですから、今回のこのお話の中で、これからちょっとお聞きする2点なんですが、これは決してその今現れた事象のことだけを言うんではなくて、私、2年間かけて、いろいろといろんなデータ等を収集して、 でいろんな人のご意見も聞いたり、またそういうそれなりの自分なりの調査を通じてきた意見ということで、ご質問ということで、ちょっとご理解をしていただきたいな、そんなふうに思います。まず1点は、えー、今現在、宮津地域全体においては、空気的な少子高齢化が進みまして、学校の統廃合等によりまして、子どもたちの教育環境が大きく変化をしております。まあ、このことは、保護者の皆さんにも、まあ、多種多様な、 ご負担をおかけをしておるんじゃないかな、そんなふうに思います。このことは、当然これは学校の設置者であるところの師匠とか、おび市にも、子どもたちや保護者の皆さんに対するご負担の軽減に努力をするという責務が当然ついて回るんじゃないかな、そんなふうに思います。そして一方で、まあ、今回も話題になるんでしょうけれども、学校の給食の話であるとか、 また、これは給食等については、教育委員会を中心として、いろいろと検討もされておると思いますし、もちろん、開かれた場でいろんな議論がされておるというふうに認識はしております。その中で、これは決してアレルギーということを私、言ってんじゃないんです。そうじゃなくて、例えばとしてアレルギーという問題をとらまえます。これは要するに宮津市の都合として 今までなら10分、15分で通えた学校からスクールバスに乗って何十分かかる、ね、そしてまた保護者もそれが心配だ、そういうことをどうしても進めていかざるを得ない宮津市としての姿勢としてこういうのはどうですかという意味なので、決してそのアレルギー反応があるからどうとか、これがあの幼稚園の園児はどうとかこうとか、そういうことじゃないので、一つの例としてお聞きください、そしてお答え願えたらありがたいと思います。例えば 今現在、先ほど言いましたように、この小学校1年生上がってくると、やはり例えて言うと、一つの方式で大きなところでやっていきます。例えば給食というようなことが考えられておるようです。そうしていかざるを得ない状況もあります。そうすると、今、宮津市の新1年生の子が今年百115人ですか。学校全体としたら800人弱ですかね。900人ぐらいかな。それぐらいが全校生徒ですよ、宮津市の小学校の。 その現状の中でね、たえて言うと、今、お母さん方が心配なのは、うちの子どもが近くの保育園や幼稚園からちょっと遠い小学校へ通わざるを得ない、で給食の時に、うちの子どもは本当はちょっと心配がある、アレルギーの心配があるけども、でも実際はそんな大きな症状も出てない、だから、これなぜかと言いますとね、症状が出て病院に行くと、これ、健康保険の対象になるから、アレルギーテストも安いんですよね。 ところが、そういう問題がない子がまあ予備のために、例えば給食をこれからみんなと一緒に食べなきゃいけないから、万が一アレルギー反応を起こしちゃいけないなということで、パッチテストをします。すると、これ、保険適用外だとすごく高いんですね。ですから、そういうことでも、例えば私が思うのは、学校に上がってくる子どもたちに安価な方法をまあ8種類ぐらいの目的調査しますと、8種類ぐらいのパッチテストなら、 案外安くでききるとということも聞きましたですから、そういうふうなもので、やはり宮津市は市としては、はっきり言うと市長としては、皆さん方に多大な保護者や児童の皆さんに迷惑はかけるけど、その分、宮津市の政策としては優しいんですよ、少しでもそういう不安がないように、不安を取り除いていきますよというような政策を打ったらいかがですかというのが、まず1つの質問です。それから第2点 こちらの方が私のライフワークみたいなことになるんですけれども、これはあの税の使い方ということになってきます。事業というのは、先ほどから言いましたように、市税をはじめとした財源がなければ事業はできません。その中で市民税、今回は特に市民税の中でも、まあ、特別徴収、まあ、ご存知でしょうけれども、特別徴収というのは、まあ、あのその勤務地の方から厳選していただいて。 それを 12, 12分の1にして、厳選していただいて、それを市役所の方に納税をしていただいておるという特別徴収です。これですから、どこに勤めて、どこの会社で給料を受け取られて、どこの人が宮津市に納税しているか、はっきりつかめるんですね、これは。ですから、普通徴収の人とかはちょっと除きます、年金の人も。除いた数字で、これ、市長ね、一つはまあ喜んでいただける数字かなとは思うんですけれども。 えとね、去年実績から言いますと、市長ね、個人市民税が約、ね、1600万増えとるんですよ。この税収の税財源というか、税収が落ち込んでるときに、個人市民税は少なくとも1600万以上増えてます。ですから、これは少なくとも市長、我々まあ、当然、市長が推し進める政策、施策が間違ってない、そういうことの一つの実証であろうな、そんなふうには思います。ところで市長 ちょっとこれをね、お聞きして、あの覚えておいてほしいなと思うんですけれども、私が前も言いましたけれども、宮津市に在住で、まあ、これもある意味では外貨ですね、他の、例えば福知山や舞鶴にお勤めに行って、そこで報酬を得られて、でその報酬、これも外貨でしょ、一つの、外貨で報酬を得られて、そのうちで市民税として、宮津市に納税をしていただいている方がね、宮津市民の市民税の、 個人市民税の約50%、49.4%が宮津市に納税してくれてるんですよ。ということは、全体として今年のまの、あ、これはあの今年って言いますけれどもね、これはもう要するに去年,を去年の納税された数字から弾き出したものですから、ほぼ間違いない数字ですけれども、一般の宮津市以外のところで働いて納税をされておる金額が2億2900万です。 これだけのお金を外で働いて、一生懸命納税をしていただいておるということです。50%です、市長で。私は前も言いましたようにね、この地域特有のやっぱり冬季のことを考える。すると、福知山に勤めに行かれる方、およその時間でも通常なら約1時間で行けるところが、ちょっと雪が降るだけで1時間半、2時間になる。当然、危険性も多くなる。そういう思いをして、一生懸命働いて行ってくれておる。 そししててて宮津市に納税をしてくれておるここで僕、主匠ね、もう一つ心配なのはね、今のこの頑張ってくれてる人は、宮津市にいてくれてる人は、この人は、何とか、例えて言うと、ご両親が宮津にいらっしゃるとか、宮津の家を離れ,る離れられない事情があるとかね、そういう事情があるから頑張ってくれてますね。ところが、この人の子供とかいう代になると、例えて言うと、大阪や東京で大学出られたら、お勧めになったら、 今度はもうほとんどこちらに帰ってくることがなくなるんじゃないかななんてことをね、私心配するんですよ。そうすると、確かに定住促進策を進めて、23名なりの人が宮津市に増えてくれた、これもありがたいことです。だけども、減る人、出ていく人をなくしていこうじゃないかという政策、施策、これも私は大きな宮津市が取り組むべき課題じゃないかな、そんなふうに思って、 こここれも具体的にあ,あしろこうしろろううといいじゃないです。私も財政は一生懸命勉強してきたつもりですそんな簡単に個人に例えて言うと官付をするとかそんなことはできませんですからこれは政策施策として見やずがそういうふうな勤労者の方に対してどう手厚く対応していくのか最初に言ったように小学校に自分たちの事情ではなくて 遠距離に通学をしなきゃいけなくなった子どもたちの子どもやお母さんやご父兄の皆さんの思い、それから一生懸命勤めていらっしゃる勤労者の思い、そういう思いが政策としてどうなっていくのかな、その点のお気持ちをお聞かせ願えたらありがたいなと思います、以上です。井上市長 改めましてあの、市民生活の向上に向けてのです、ね、具体的なご提言は、市税の使い方だと思うんですけれども、そしてまた事業の立て方などに関するご質問をいただいたんだと思ってまして、本当にあの現在よりもやっぱりより良い教育環境を整備されていますためにですね、 学校再編を進めてまして、えーまあ、本当にそういう意味ではおっしゃっていただいたような、あの統合をされる学校の子どもやです、ね、保護者にとっては、環境変化に伴う、<laughs> そういう給食の問題なんかのです、ね、アレルギーはあるんじゃないかなというふうに思います。こ、まあ、こうしたこととまえますとやっぱりあの 食物,物のアレルギーに対する政、まあ、策で言っていただきましたですけれども、まあ、これについては、まあ、あの給食なんかをです、ねまあ、センター方式でやることによっても、いってクリアできるんではないかなというのはあの強く思いますけれども、まああ、強いてはあの子どもの子育ての支援の充実策だとして、保護者の負担軽減、またあの定住にも、 つながるのではないかなという点で、たんでご提案をこういただいたものとして、ありがたくどんどん受けさせていただきたいと思います。また重要なあのことだと思うんですけれども、議員もおられました市、市民税の特別徴収の現状等から見ますと、本当にあの特別徴収の課税者の4割強。 からまあ活躍にして約5割強がの市外勤務の市民からのものだというふうに、われわれも見ていまして、ですねえまあそういうことを重ねますと、やっぱり他の統計等も重ね合わせたまあ分析がもっと必要ではないかなというふうには思うんですけども、これも本当に今後の政策を考えていくようですね、非常に 大切なことだとだいう,ふうに思っててまして特にそういう定住促進策をですね推進していく上ではやっぱりほんまに真剣に考えていかなきゃならないことではないかなと思ってまして、まあ、これまでもあの市外への,あの通勤者へどう通勤補助をです、ね、していくようなことも考えたりでたり、ね、また県外の工場へこう働いていて で、宮津に住んで、で他市の隣接の工場へ行っていただくようなことも考えてきたわけですけれども、まあ、その時にどう支援していくことができるかというようなことにもつながっていくことだというふうに思いますね、や、まあ、っぱりしっかりと踏まえさせていかなければならないのではないかなというふうに認識をさせていただいたところで 今後ともいろいろとこうした方向で,です、ね、もっともっと考えるべきこともあるんではないかなと思いますのでいろいろとまたご指導をいただければ非常にありがたいと思いますのでよろししくお願いします徳本義孝さん。 どうもいつものくせであのだんだんと,こうちょっと気持ちが高ぶってきましてどうも原稿なんていうまあも飛びまして自分の持論を申し上げまして大変これはあ,のある意味ではあの市長の思いもある意味ではあの勝手にこっちが押し上がるような部分があったかも分かりませんけれどもでもただ私はあの市長の思いというのは例えばあの保育料の値下げであったりとかそういう細かいところでやはりあの子ども子育て支援には厚くという。 あの思いが僕はあの一本筋がすっと通っておるという,ふうに思いますので、その政策政策の一環として今のことも考えていただけたらありがたいなというふうに思います。これはあの少しあの余談になるんですけれどもね、実を言うと、私も15 4年前に今あのちょっとお怪我されておりますけれども谷垣衆議院議員があの財務大臣をやっておられる時にね、我々この地方の抱える問題というのは大きくあるけれどもほとんどが 経費のかかる、つまり出産、妊娠、出産、子育て、それからもうほとんどまあ高校生ぐらいまではずっとお金がかかる間中は、この、例えで言うと宮津市で、いろんな経費をかけて大きくなっていただく、まあ、もちろんこれには交付税措置等ありますよ、けれどもね、よく考えたら、そんなふうにして一番お金がかかるところは宮津市が背負って、いざ働いて納税してもらうと言ったら、東京、大阪で納税すると。これは先生、おかしいですよって言ってね。 私子どもの、ね、養育税とかね、そういうようなものを創設してくださいよって昔言ったんですよ、それが12、3年前になります、でそれが最近ね、どこかの情報にチャット寄りますとね、あの2つの地域に納税してもいいというのはふざと納税じゃなくて、例えば宮津に半分納税、現在勤めてるところに半分納税なんてことがね、総務省の方からチラッチラッと出てきてるようにも結局及ぶんですよ。 で私はね、これはいい、めったにないチャンスだなと思いますんでね、やっぱり我々のような、このような地域は、そうでもして、やはりはっきり申し上げますけども、大変な苦労をして、子どもを育てて、そして子どもを大きくして、やっとこれからという時に、せめて、宮津に納税をしていこうじゃないか、ふるさとを大事にしようじゃないかというのは、この心があれば、これがまたね、定住の思いにつながっていくんじゃないかな。 また宮津に帰ってくる、あいたん、U ターンにしようじゃないかって、そういう思いにつながるような気がするんで、私はね、これも一つ、この際、市長にはぜひとも東京行かれたら、いろんな機会があると思いますし、まあ、近いうちは17日ですか、党大会もございます、いろんなことがありますので、その機会にも陳情を願えば、私も陳情もしてまいりますし、なんとかね、この地方はそうしていろんな意味での財源が、なんとか持てるようなことも必要じゃないかなと思うんです。 今の最後の部分につきましては、質問というよりは、市長の思いだけを聞かせてもいただいたらもう結構ですし、別に特にあのまあ回答としてなければ別に結構です、要するに我々は財源がないと何もできないというその辛いところを、もう皆さん共同、おそらく共通認識で持っていらっしゃるはずです、ですから、それはある意味では、先ほど最初に言いましたように、共通認識として、 これは、例えで言うと、今言われたこの地が抱える、この統治が抱える課題、条件、そういうようなことをみんなが共通に思う、同じように、例えば先ほど言いました内部統制というんなら行政内部の行政用語はきちんとしましょうよ、約束事はきちんと守りましょうよ、文書化してちゃんとやっていきましょうよ、うん、きちっとすべてのことを確かめ合いながら確実にやっていきましょうよというね、そういうようなことが基本にないと、 政策施策は始まっていかない、そういうことをもう一度申し上げて、私の質問は終わりたいと思います、以上です。井上私もその同じようなことを、まあ、前ごろから思っているところでございまして、一人の,あの子供をですねあを小学校からずっと始まって、高校を卒業して育てていくまで、 までですね、大体1人当たり1,500万円ほどの経費をかけて育ててるんだというふうに思ってましてそれを卒業すると同時に都市部の方に都市部の発展のための労働力としてですね出してってるのが今の現状だと思ってましてこれはもう非常に地方にとっては宮内もそうなんですけども辛いところです、ね その辺を本当に将来もですね宮津,宮津の発展のために人材として投資したような形になれば本当に何倍も宮津の発展のために返して力をです、ね、発揮してもらえるような形になりますので、まあ、それができないような状況に今の段階ではなってますので、まあ、そこを何とか本当にそこは国の方の力でですね、えー そういうところ地方はそういう大きな役割を果たしてるんだと、まあ、これ環境も一緒なんですけども、まあ、あの水源の里みたいな形でやられてますけどもと都市の人がおいしい水を飲めるのはあ地方の水源の里みたいなところだという同じ考え方なんですけそれに対してやっぱり都市部の方も貢献していかないかっていうような形で、まあ、地方の方がそういう苦労をしてるんだという形でそういうまあ税なんかがちょっと中心になると思いますけども。 地方の方のにも回していただこれはまあ高風税の形で <laughs> あの来てるんですけどもまあそれ以上にですねそういうところに着目してあの地方の方にも回していただけるようなそういう配慮を国の方もやってくれたらいいなというふうに思うところでございますのでまあそれがどうしてか、まあ、またお願いも国の方にしていきたいとは思いますけども、まあ、いずれにしましてもまあ全体としてまた今日本全体であの田舎への回帰傾向と。 というのがしっかりと水面下では大きくうねりとしてですねできているところですので、まあ、そういうことも捉えながら、まあ、宮津の皆さんには本当にまた宮津に戻ってきてですねで宮津の将来を担ってほしいとそういう、まあ、カムバックサーモンみたいな運動になりますけどもそういうようなことを訴えしながらまた宮津への思いを募らしてもらってですね、まあ、それをまた国の方が応援をしていくような 方向ににるように努力をしていきたいと思ってますのでまた本当にいろいろとご支援をいただきますようによろしくお願いします。はい